30ピンと72ピンのシムシムとはパーソナルコンピュータでラムとして使われるメモリモジュールの一種である現在主流である DIM、MM、とは異なりシムの接点はモジュールの両面で上長化されている最も初期の PC マザーボードではリップチップをソケットにはめ込むようになっていた8286ベースの PCAT では記憶量が大幅に増え マザーボードのスペースを節約したり、簡単にメモリ増設できるようにメモリモジュールが使われるようになった。メモリを増やすには、それまでは8個か9個の d r a m チップを差し込まねばならなかったのがメモリモジュールを1枚追加するだけで済むようになった。8286ベースのコンピュータの中にはシップメモリモジュールを使うものもあったが、シップの30本のピンが 挿入時に折れたり壊れたりすることが多かったため、ピンではなく接点プレートを採用しているシムへの置き換えが急速に進んだ。シムを考案したのは IBM に在籍していたスキップコッポラで1980年代中頃の PS2 で初めて採用された。これにより、いくつかの問題が解決された。例えば、マザーボードの面積の問題や、 メモリー容量の急激な進化の問題である。また、メーカーがラムチップを調達するのに、そのベンダーが変わったり、チップのパッケージが変わったりしても、中間基板である、シムで互換性を保つことができる。シム基板の製造は、IBM の他にキングストンテクノロジーなどがいち早く参入した。初期のシムは30ピンの8ビットデータだった。 MC68040 や8486のようなプロセッサでは32ビットデータバスのため30ピンのシムを使うマザーボードであれば4枚セットでインストールする必要があった。2世代目のシムは72ピンの32ビットデータで1990年代の前半頃に30ピンシムから72ピンシムへ移行した。マッキントッシュフェフェックスでは 非標準の64ピン SIM が使われていた30ピン SIM256 キロビット前日のようにデータバス幅がメモリモジュールとプロセッサで異なっている場合には同じペアもしくは4枚のモジュールでメモリバンクを埋めなければならないことがある。例えばデータバス幅が32ビットの8386や8486のシステムでは 一つのメモリバンクに対して30ピンシムを4枚か72ピンシムを1枚が必要となる。データバス幅が64ビットのペンティアムシステムやパワー PC システムでは72ピンシムが2枚必要である。これはメモリコントローラの使用に依存するため製品によっては例外もある。初期のシムソケットは従来からあった差し込み型のソケットだった。しかし、 すぐに差し込んでから回転させてロックするジフソケットが使われるようになった。シムを取り付ける場合、ある角度でソケットに置いて、所定の位置まで回転させる。取り外す場合は、両端にある金属、またはプラスチック製のクリップを横に動かして、ロックを外し、シムを傾けて引っ張り出す。初期のソケットでは、プラスチック製のクリップが使われていたが、これは壊れやすかったため、 金属製クリップも使われるようになった。しかし安価なプラスチック製クリップのソケットも製品によっては使われ続けた。シム上の DRAM にはエドや FPM が使われている。シムは j a デ e c の JESD-21C で標準化されている。30ピンシム 256KB、1MB、4MB、16MB、72ピンシム 1MB、2MB、 4MB、8MB、16MB、32MB 16、64MB 32、64 128MB、ありがとうございます。